日本鹿児島県いぶ市大群れ大群れは、鹿児島県いぶ市の町庭。郵便番号は891-0401。人口は2008人、世帯数は1042世帯。大群れ1丁目から大群れ5丁目までがあり、大群れ1丁目から大群れ5丁目までの全域で、住居表示を実施している。いぶ市の東部、二丹田川の下流域に位置している。 阿佐駅の北方には、いぶ市10町、南方には、いぶ市港、北方から西方にかけては、いぶ市12町にそれぞれ隣接しており、東方には、鹿児島湾に面している。阿佐駅の東部を、鹿児島県道238号、下里港宮ヶ浜線が、南北に通り、南西端部を、鹿児島県道240号、いぶ停車場線が、通り、 国道226号とイブスキー駅を結んでおり、南方に隣接する港との境界を平和通りが通っている。1988年7月4日に10町及び12町の一部で、住居表示が実施されるのに伴い大技10町及び大技12町の一部より分割され、イブスキー市の町名として、大群れ1丁目、大群れ2丁目、大群れ3丁目、大群れ4丁目、 おおむれ5丁目が設置された。2006年1月1日には、イブスキ市が山川町及び海門町と新設合併し申請のイブスキ市となったが、旧イブスキ市の区域では、大あざなの変更はなく、住所の表示は従来通りである。人口、世帯数以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。 湯の里ユースホステル私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。伊ぶす枕崎線が地域の西端部を南北に走っているが駅は存在しておらず、隣接する港一丁目に所在している伊ぶす駅が最寄り駅となる。ありがとうございます。